コカ・コーラ・ウエスト・コカ・コーラ・ウエスト・ジャパン・コカ・コーラ・ウエスト・ジャパン株式会社は、かつて、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、福岡県、佐賀県、長崎県で事業展開していた、コカ・コーラのボトラーである。母体となった旧北九州コカ・コーラ・ボトリングが、理工の創業者、市村清が作った会社であることから、理工さ愛グループ、 三外会の一員であった。発足時、日本で最初にアンカーボトラーとなった企業であり、会社発足時、アンカーボトラー化に伴い、日本コカ・コーラのみならず、米国コカ・コーラ本社も直接出資した。2005年12月に近畿コカ・コーラボトリングと包括的な業務提携契約を結ぶことで、合意、2006年7月1日に持ち株会社化して、経営統合。 持ち株会社化した旧社から、現業部門が分離されて新社が発足。これによりすでに子会社となっていたミカサコか、コーラボトリングを含め、近畿地方、中国地方、北九州を管轄する巨大ボトラーとなり、事業規模でもサントリーに次ぐ、国内清涼飲料販売第2位となった。2009年元日付で、近畿、ミカサと共に、持ち株会社に九州合併され解散。 コカ・コーラウエスト株式会社となったコカ・コーラウエストジャパン広島支店ありがとうございます。